増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。アメリカで黒人差別に対する抗議デモが再び激しさを増しています。一部が暴徒化したり警察と衝突したりしていて、多くの逮捕者が出ていますが、この暴徒化暴動というのがこのまま続いていくのでしょうか。この後どうなっていくのか、先生の見解をお聞かせください。そうですね、この時間で前にもお話したと思うんですが、このジョージ・フロイドという黒人の男性がミネアポリスの警察官に、不当にその首をその絞められて、いわば殺害されたということで、これはよくあることで、黒人差別だということで、以来ですね、7月25日でしたね、事件が起きたのは。それから5月25日に、事件が起きたわけですね。そして、今はもう7月の末ですから、かれこれ2ヶ月以上ですね、になるわけですが、相変わらずその抗議デモというのが、全米で、展開されてまして、なかなか静まらないですね。特に州は違うんですが、オレゴン州にですね、ポートランドという町があるんですが、このデモが激化しまして、ついにですね、コートハウス、いわば裁判所ですね、これをですね、占拠するというようなことになったためにですね、市長、それからオレゴン州の知事もですね、これはデモンストレーションではないと、これは抗議デモではないと、これはもう暴動だと、ライオンと、暴動だというふうに認定してですね、暴動ということになればですね、いわば容赦なくこれを取り締まるということができるわけですから、トランプ大統領はですね、この連邦軍をですね、国の軍隊ですね、連邦軍を投入してですね、そして、この、暴徒化したこのデモンストレーターに対してですね、催涙弾を打ったり、いろいろなですね、ことをして、逮捕、あるいは選挙を取ると、裁判所が選挙されているわけですから、これを解くということになったわけですね。ところがですね、この報道がまたちょっと変わってまして、その当時報道しませんでして、トランプ大統領が連邦軍をですね、ポートランドに投入して、そして、この静かにデモンストレーションをしているデモンストレーターたちにですね、催涙弾を撃つなどしてですね、強硬な取り締まりを行ったというような内容のですね、報道になるわけですね。実際のところは、いわゆるデモンストレーターが暴徒化して、ポートハウスを占拠するっていうんですから、もうまさにですね、暴徒を絵に描いたような話なんですが、報道となるとですね、トランプ大統領が民主勢力を弾圧したという、そういうふうに報道するんですね。ですから、我々、日本人も含めてですね、アメリカの報道というのは変更がもうほとんどだというふうに考えても、いいと思うんですね。報道機関マスコミはですね、ほとんど民主党寄りで、特に民主党の左翼というか民主党の左派寄りなんですね。日本も昔民主党といえば左派と右派がありましたけども、社会党の頃でしたかね、社会党右派左派というふうに、そういう改革民主勢力もですね、2つに分かれてまして、アメリカの場合も
マサ派と右派というのが、まあ、あるわけなんですが、まあ、こういう暴動をですね、この指揮して資金援助をしたり、あ、いろいろ支援しているのは左派ですね。で、まあ、左派の活動家で有名な人ではジョージ・ソロスさんという、まあ、ファンドマネージャーといいましょうか、まあ、大変な額のですね、金額を動かしているファンドの名士であるジョージ・ソロスさんというのがいるんですが、まあ、この人なんかが、まあ、バックなんですね。ですから、まあ、これがそのいつまで続くのかという、まあ、質問なんですけども、これはその 単なるですね、このデモンストレーションではないんですね。バックに今言ったように民主党の左派がついているわけですから、そしてこれからですね、選挙は民主党と共和党の間の選挙になるわけですから、この選挙が終わるまでですね、この、まあ、代表選みたいなものですね、民主党とその共和党の方は軍隊を出す、民主党の方はですね、ボートを指揮するということでですね、世の中を混乱させて、その責任はトランプにありという、まあ、戦略なんでしょうけども、もうそういうことで、動いてるんでですね、なかなかこの、終わらないんですね。もうすでに2ヶ月以上経ってるのにですね、相変わらずですね、こういうあちらこちらアメリカのあちらこちらの大都市でですね、こういうデモンストレーションが起こる、そのたんびにですね、このトランプの方はなんでその 州にはですね、州の警察があって町にも警察があるのにですね、なんでトランプ大統領は連邦軍を出すのかと言いますと、州によってはというか、まあ、オレゴンもそうですし、こういう暴動が起こっているところはほとんどですね、知事も市長も民主党なんですね。で、民主党の方はですね、もうある程度そのこういう暴動化したデモに目をつぶるんですね。あまり取り締まらないんですね。で、要するにトランプに対してですね、に対する戦略の一つでもあるわけですから、その、まあ、暴動化したデモには目をつむってですね、まあ、奨励はしないでしょうけども、もう取り締まらないということなんです。ですから、トランプ大統領はですね、州の方で取り締まらないならですね、中央政府、連邦政府として取り締まるんだと。こういうことで連邦軍を出すと、こういうその構造になっているわけですね。ですから、まあ、選挙は11月ですから、11月になるまでですね、ああでもない、こうでもないと言ってですね、こういう、その、まあ、内乱のような、ね、状態が続くと、こういうことになると思いますね。まあ、もう一つ、付け加えていっておけばですね、まあ、私、まあ、株の予想で2番底が9月頃来ると言ってるんですが、ここでまあ株が暴落するとトランプ大統領には不利なんですけども、株を上げるにはですね、下げた方がいいんですね。今上がってるのにですね、さらに上げるっていうのは不自然で、今現在株が高いということ自体が不自然なわけですから、これをまあ9月あたりにですね、暴落化して、そこから一気に選挙に向けてですね、株を上げていくと、まあ、トランプの後には FRB のフィッシュFRB のパウエル議長がついてますから、パウエルさんが金を吸って市場に出れば株価が上がるとこういうようなことで、まあ、デキレースみたいなもんですか、まあ、そういうふうになってるんだというふうに、まあ、理解すればいいんじゃないでしょうかね。増田先生ありがとうございます。